今回は実は2011年からずっと歌ってきた「良き力に守られて」を歌わなかったんです。それでこれは皆さんと一緒にもうぜひ歌わせていただきたいと思って、プログラムに楽譜を含めました。でも小さくて読みづらいかもしれません。曲を大体ご存知の方は前に歌詞が出ますから一緒に歌っていただきたいと思います。4番の歌詞はドイツ語も出てきます。ドイツ語わからない方も多分スペル通りに読んでいくとなんとなく歌えると思うので、4番のドイツ語の部分もぜひ一緒に歌ってみてください。そして中に3番の後に4画面ボンヘッファーの言葉が書かれています。彼が語った名言です。それを今回は中に挿入しました。ボンヘッファのことは多くの皆さんご存知だと思いますけれども、彼はヒトラーの独裁政権に反抗して、反対してヒトラーの暗殺計画、ワルキューレ作戦に加わった人です。本当に大変な優秀な素晴らしい牧師であり神学者でありました。そして1945年ナチスが倒れる1ヶ月前に彼は絞首刑で処刑されました。本当にこの彼が生前語っていた生き方をそのまま最後まで貫いた人であります。この彼が収容所の一番最後のクリスマスに婚約者マリアとその家族に送った詩、それが良き力に守られてです。本当に私たちはこの良き力、神の力に守られなければもう生きていけないような、そういう時代になったと思います。この良き力が皆さんと共にありますように。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。そして皆さんと共にこの歌を最後に歌わせていただきたいと思います。間違っても結構です。大きな声でどっか一緒に歌ってください。良き力が皆さんと共にあるように大きな声で歌いましょう。日々の悩み重く過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心静め、騒ぎ立つ心静め、御旨に従いゆく、御旨に従い3番たとえ主から差し出される、たとえ主から差し出される、杯は苦くとも、杯は苦くとも、恐れず感謝を込めて、恐れず感謝を込めて、愛する手から受けよう、愛する手から受けよう、良き力に守られつつ、良き力に守られ、来たるべき時を待とう、来たるべき時を待とう、夜も朝もいつも神は、夜も朝もいつも神、我らと共にいます。感想です。
我らの闇の中に、我らの闇の中に望みを主の手に委ね、望みを主の手に委ね、来たるべき朝を待とう、来たるべき朝を待とう、良き力に守られつつ、良き力に守られ、来たるべき時を待とう、我らと共にいます。ドイツ語も一緒に歌ってください。読める方、Von guten Mächten wunderbar geborgen, er war den wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen.我らと共にいます。我らと共にいます。ありがとうございました。どうぞ。